はい、皆さんこんにちは。今日はですね、このタブレット PC のですね、デュアルモニター化、まあ、成功してます。この、HDMI ケーブルの、この、ミニ、HDMI 変換装置、変換の、まあ、コネクタですね、を加工してうまくいきましたが、実はね、この、ミラースクリーンというやつを使って、やってみたらどうかなっていうことで、一回失敗したやつなんですね。で、なぜ失敗したかっていうと、これ実は刺さんなかったんですね。ちょっといいですかね。見えるか。刺さらないですね。サイズが違いすぎて。刺さらないですね。このミラースクリーンの、ここの、ここ太いんですね。広くなっちゃってるんで、刺さらなかったんですね。で、どうするかっていうと、普通にケーブル、あるじゃないですか。このケーブル。ね。まあ、これだと刺さるんですね。だから、これだと刺さるんですけど、このミラースクリーンだと刺さらないんですよ。太くなっちゃうんで。わかりますか？で、このケーブルは刺しておいて、で、このケーブルは両方オスなんですね。で、両方メスのソケット、これが必要になってくるんですね。HDMI ケーブルのオスオスを1個使って、テレビの裏側から出していきます。で、そこにこのメス、両サイドメスですね、のやつに、この反対側にこのね、ミラースクリーンをこう刺すと、使えるのかなということで、これを注文してみました。これは Amazon で116円送料無料ということで、買っています。で、実は3週間経ってやっと、届きました、これ。ね。で、どこから来たかっていうと、北京市から来たようなんですね。北京、遥か遠い外国から。で、どこから来るかよくわからないんですけどね、アマゾンね。で、待つこと約3週間。で、このような、梱包開けてみるとこのような感じですね。まあ、品物はきっと大丈夫でしょう。これね、単純なものだからね。これを使って、ね、接続できるかやってみたいと思います。はい。価格は116円ですから、ダメになってもね、いいかなと思って買ってみました。では、やってみます。では、HDMI ケーブルですね。これ、普通のオスです。延長ケーブルですね。これを挿して、どうなるか。はい。挿して、そして延長で出してきて、で、これ、ここそうですね。で、メスメス。で、ミラースクリーンですね。ミラースクリーンには、さらに USB 電源。を取るのと、こうレシーバーですね。はい。で、どうなったかっていうと、あ、映りました。ね。ミラースクリーンの、画面です。はい。じゃあ、続いて、この機械に、接続できるかやってみましょう。これね、デュアルモニターなので、いいですか。まあ、これはもう完成しているところなんですけど、ここ矢印でマウスですね。一番画面で行ってみました。で、これか。うん。で、表示はね、拡張タイプですね。だから、これがね、うまくいけば、トリプルモニターになります。はい。で、ワイヤレスじゃないな。ちょっと待ってね。考えますね。多分ね、接続かな？接続で、他の種類を探す。あ、見えてますね。見えてますね。ミラースクリーンね。見えてますね。で、これ、実はこれじゃないんだな。で、ここから確実に出していきましょう。ね。Bluetooth とその他のデバイス。で、追加する。で、ワイヤレスディスプレイ。うん、で、選択しながらいいところです。あ、出ましたね。ミラースクリーン。ね。何が知っていこう。型番ですね。うん、合ってますね。ね、で、これを呼び出します。どうかな？呼び出してきてます。映るかな？ちょっと時間かかりますね。ちょっと時間かかるな。あ、暗くなった。あ、映った。映った。
で、これは完了ですね。はい。で、セッティングは完了です。で、これが一番画面ですね。メインのタブレット画面です。で、マウスを、右外に出します。そうすると2番画面に出てきましたね。2番画面に出てきました。わかりますかこれ。ね。うん。で、これ。これ閉じちゃいますよね。閉じちゃいましょう。ね。2番画面ですね。で、そのまま、カーソル、カーソルをそのままマウスを、右側に出します。そうすると、あ、出てきた。3番画面。すごい。トリプルモニターの完成です。やったー。まあ、多分ね、遅いでしょう。例えば、3番目の画面で、Google Chrome を起動してみましょうかね。ん？あ、2番画面出るんだ。で、これを、握ったまんま、3番画面出します。ね。ほら。3番画面出ました。で、これで、例えば、Google Earth ってね、ボタンいきますね。どうだろう。あー、ちょっと今インターネットエラーですね。ちょっとこれ今、セッティングしてないんで。ね、ちょっとこれやめておきますかね。ちょっと一回止めますね。インターネットを接続してみました。Wi-Fi ですね。Wi-Fi で繋ぐとどうなっちゃったかっていうと、実は、これは有線なんですね。HDMI。切れました。画面消えちゃいました。これマウス、この2番目から先行かないですね。これちょっとネックですね。Wi-Fi 使っちゃうと、ミラスクリーンが使えないってことですね。これがちょっと悲しいかな。ね。オフラインだと、オフラインってどんな作業なのかわかんないけど、まあ、オフライン作業だと、これは使えるってことですね。で、Wi-Fi 飛ばして映しますので、で、拡張モニター、トリプルモニターも可能だ。しかも、何台も追加できちゃうってことですよね。ちょっとね、残念かな。だから、インターネット画面を、なんだ、ミラキャストに、あ、ミラスクリーンに飛ばすことはできないってことなんですね。ね、まあ、そういうことが分かりました。まあ、トリプル画面っていうかね、まあ、場合によってそれ以上の画面が追加する方法っていうのはね、これがそうなのかなと思います。はい。まあ、例えばね、あと、なんだ、インターネット自体を Wi-Fi を使わないで、USB から持ってくるっていう方法もあるにあるんですね。そうすると、Wi-Fi 回線ね、このミラースクリーンに接続して、投影できますから、インターネットできるんじゃないかなと思う。それこそトリプルスクリーンの完成は、理論的には可能じゃないかなと思いますが、まあ、そこまでしてね、やらないと思います。まあ、こうね、ここがね、完成してるから、ね。はい。ついついね、この商品が届くのに時間かかってしまったんで、他のことをやってるね、方法の中で一番いいベストなやつがね、できたんですね。こういう HDMI ね。これができたんで良かったんですけど、まあ、イメージの中で、やってたね、ミラースクリーンを使って、デュアルモニター化っていうのは、理論的に可能。だけれども、Wi-Fi が、Wi-Fi でインターネットをやるということができなくなるということ。ということが条件だということが分かりました。ね、これをやるにはね、他の方法をちょっと考えなきゃいけないかなと。例えばね、タブレットじゃなくて、ノート型で、なんだろう、LANケーブルが刺さるような環境だったら、これは使えるかもしれないですね。使えますね。そうするとね。それで、投影することは可能だと思います。タブレットだと、LANケーブル刺すことができないので、まあ、他に USB。そうすると USB を使うと USB の充電ポートがね、埋まってしまうっていう欠点がありますので、なかなかそこまではどうかなとは思いました。はい。以上ね、今日の研究結果を報告させていただきました。ご視聴ありがとうございます。